て説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、データはですね、今まで動画で作成してきましたこちらのデータを使っていきたいと思います。今まで PowerPoint の文字の入力、文字の変更、色の変更やスライドデザインの変更について説明してきました。で、いよいよ大まかなデザインが設定してきたと思うんですけれども、PowerPoint を行う中で、少し目立たせたい文字ですとか、人々に注目させたい文字ですとか、いくつかあると思います。そういった場面が出てくると思います。そういった中でですね、ワードアートというものが表現方法の一つとしてありますので、ご紹介していきます。はい、では、そちらなんですけれども、どういった形でアクションを起こすのかといいますと、こちらの挿入タブをクリックしまして、こちらの部分のワードアートという部分をクリックしていただくと、こういった形で、ワードアートの種類が、出てきます。ここで、好みのワードアートをクリックしていただくと、こういった形でドンと、ワードアートが挿入されます。で、このままですね、もう直接、文字を入力して しますと、はい、こういった形で、文字が入力することができます。もちろんこのままでは大きいですので、この領域をクリック したまま文字を、文字の大きさを変更することも可能です。はい、でまたですね、こちらの領域の上にあります、時計回りに、回っている矢印があると思うんですけれども、こちらの部分に、マウスカーソルを持っていきますと、マウスのポイントマウスのマークが変わります。はい、そのままですね、クリックしボタンを押したままマウスを動かすと、こういった形で文字自体の角度を変えることもできます。はい、で、好みの位置でマウスを離すと、こういった形で止まります。はい、でこういった、イメージでですね、はい、目立ちたいところの近くに持っていきますと、目立たせたい、注目させたい文字を、注目させるというか、目立たせる、誘導することができます。はい、で、このワードアートという方向なんですけれども、先ほどご紹介しましたこちらのデザインですね。はい、こちらのようにもうド派手というか、目立たなくても良いという場合に、もう一つ表現方法があります。それが、ワードアートの2つ左の部分にありますテキストボックスをこちらをクリックしまして、はい、で、好きなところでクリックをしますと文字が入力できるような画面になると思います。はい、そういった形で同じように入力をすると、はい、こういった形で文字が書けます。はい、でさすがにこのままではあまりにも質素だというところですので、これをカスタマイズしていきます。今までの動画で作成しました通り、太字にしたりですとか、文字の大きさを変えたりですとか、カッケをつけたり、アンダーバーをつけたり、で色を変えて、ちょっと目立たせたりと、はい、こういった形でカスタマイズすることもできます。もちろん、先ほどのワードアートと同じように、角度を変えることもできます。はい、こういった形で同じように簡易型のワードアートではないですけれども、そういった形で表現することも可能です。はい、で逆にこちらを目立たせてよりその表現の幅を広げるのもありかもしれません。はい、ワードアートは、置いてはなんですけれども、型があらかじめ決められておりますので、これに合うような表現のものであれば、こちらが適してますけれども、もしそれでもない場合は、このテキストボックスで一から自分で作るのもありかもしれません。はい。以上、ワードアートの挿入について説明しました。どうもありがとうございました。